こんにちは、素読教師です。今日は暗唱します。暗唱する内容は日本人であること、この文章になります。ではお願いします。若い世代は皆さんに想像力を働かせてもらいたいことがある。それは例えば、今食べた夕食はあんたは前になるまでどれほど多くの他人の手を得てきたのかということだ。輸入肥料や工場を使って農薬を使って農家の人々を育てられた。そのキャベツは人類は誰かの結晶であり、自動車で運ばれる。そう、車が通るといつ誰がどれだけ火を使って作ったものなのか、どのテラスが新たな信号を設置し、その電気代を払っているのでか。一枚を加えたキャベツは、さらにそれが何人かの手を経てあんた食卓のものだと。手物の上に乗るのが何の変哲もない。さ、キャベツは宣言で想像力が高くすれば、その向こう側に風を切るような人の仕事が見えてくるはずだ。そして強く意識してほしい。目の当たりは当然そこにあるのではなく、人々というと幸運なる景色を巡り合わせる結果でそこにあるのだということ。どこかで立ち起こすら気をつけるのに食事をしておく。それがそこに飢餓と混乱、反対の流血は手話でないという表するはどこに。その未来を探ることができるのは誰かではなく、この国の住人だ、私たちだ。はい、ありがとうございます。では後ろを向いてアイマスクを外してください。成功しましたね。はい、ではお願いします。小学生の総合科で児童募集中、人類貢献できる人間になろう。2歳から好きぐらい自己吸った図鑑付けしては分からないことがあるが、調べて草は小さく見つけたら一生その好きが役立つです。3歳からたくさん料理を体験させて世界を広げる。4歳から知ってるおかげに褒められて自信をつけたこと、その途中に実際パッチを仕込みですが、頑張れ、自慢できる前向きな姿勢です。5歳からアウトプットのがちょっと目にしてるんで、どこで披露したかない。アウトプットを手につけて知識が整理したが、アウトプットするさらに記憶が定着して習慣となって楽しいの奥さんに自己させちゃう。競技とは考えないことを教えるのではなく、考えないことを教えるもの。この際である資源、時間で、時間とても重要な資源で引っ張ってもらう。ここで全て1日で20年、この資源はこの辺りどの記憶に利用できる商品実は大きい。自分の国の結果を決断して、自分の役者を行う国に相互に差したら、都合高いできる人になる。よく人を置いてて、人を恐れる道もない。また人を知った人を恐れられる道を。一国人、一国人、また社会の教育を尽くすのは、交渉の政治を持ち出すと。そこで、ここの言語は思考で、我々の基本思考は異なりと継承されます。はい、ありがとうございます。このポスターは、自衛官募集のポスターです。小川栄太郎先生の本が発売になってますので、よかったら買ってください。では最後に何かありますか。敵を本能になり。失礼します。